訴状などによりますと道内在住の50代の陸上自衛官は2021年、部隊内のハラスメントに関する内部告発を文書で防衛省に送りましたが北部方面隊の上官から内部告発はテロ行為といわれるなど不利益な扱いを受けたとして国に220万円の損害賠償を求めています。今日行われた初の口頭弁論で、国側は、 北部方面隊が原告に対し、テロ行為と発言したことなどは認めながらも。防衛省が内部告発の内容を原告が所属する北部方面隊に送ったことに関しては。違法性がないと主張しました。結局はあの一概や防衛省本省は責任は取りたくなく。えっ、ー、と、北部方面隊が勝手にやったことだ。ということで、はい、今回。 原告側はきょうの口頭弁論を終えた後に会見を開き防衛省本省側の違法性に対して追及していくと訴えました。